この話をすると私なんだか胸が熱くなってくるんですよ。というのもこの話は我々芸能人の先輩にあたる方の話で、もういい年の方です。ご年配の方はお分かりかもしれませんが、かつて日本に喜劇王と呼ばれた榎本欽一さんが全盛期の頃に若手で活躍された方の話です。ただあまり知られてない方なんですよ。テレビに出てきませんし、地方の舞台から舞台を回っているので、芸能人の方でも他の方の名前を知っている方は少ないんじゃないかなと思います。要するにメジャーじゃないんですね。でも一生懸命仕事をしてました。今回の話はこの方のお話です。この方はいつも仕事で飛ぶわけです。その日は羽田発朝一番、6時30分の飛行機で福岡へ飛ぶはずだったんです。目覚ましが朝3時になったんです。眠いなぁと思いながらも、目を覚まして目覚ましのボタンを押す。ああ、眠いけど出かけるかなぁと思い、電気をつけようとすると、電話が鳴った。はい、と電話に出ると、おはようございます。4時きっかりにお迎えに上がります。という電話だった。マネージャーからの電話。さあ、支度しようかなと思い、電気をつけ、風呂場に行き、熱いシャワーを浴びる。体もすっきりし、頭もスカッとし、目もパチッと開いてきた。体をパチッと拭いて、着替える準備をする。そのうちになんだか妙な気になった。あれ、おかしいな。今の電話はいつものように、当たり前のマネージャーのからの当たり前の電話なんです。いつもだったらこれで当たり前でいいんですが、今は少し訳が違うんですよね。というのも彼についてる杉山というマネージャー、10年間ずっと自分に付き添ってくれて苦楽を共にしているんですが、そのマネージャーが実は体を悪くして実家に帰ってるんですよ。そして実家近くの病院で入院してるはずなんだ。だからおかしいよな。でも今の声は杉山の声だったよな。なんであいつが電話くれたんだろう。気のせいかな。なんせこういう10年も一緒に付き合いをしてますからね。他の人がそう電話をくれてもそう聞こえてしまうかもしれない。そう、ここ1週間ばかしは若手の上田というマネージャーがついているんです。どう考えてもおかしい。今のは絶対杉山の声だったと思いながら片付けていると、また電話が鳴る。おはようございます。4時頃にお迎えしますね。若手の上田マネージャーから電話だ。ああ、上田君、あんた今しがた私のところに電話くれたかい？してませんけど。本当に？いや、かけてないって言ったらかけてないですけど、なんかありました？それなら別にいいんだけど。おかしいなぁと思ってると、上田マネージャーが、お仕事前になんですけども、お知らせした方がいいと思うんで。実はですね、先ほど社長のところに電話が入りまして、杉山さんが午前3時に病院で亡くなりました。それ本当か？はい。ゾッとした。3時にかかってきた電話。あれはやはり、杉山だったんだ。4時きっかりにお迎えに上がります。なあ、上田、すぐ来てくれよ。すぐ出そう。頼むから、急いで来てくれ。頼むから。と上田マネージャーに頼んで電話を切っ、なあ、中落ち着かない。長年ずっと付き合ってくれたマネージャー。亡くなったその時間に鳴った電話。支度をしようとするんだけど、落ち着かない。着替えたりネクタイをしたりしてバタバタしてるうちにどんどんと時間は過ぎて、と玄関の方でドアを開けるような音がした。ギーッと。玄関のドアが開き閉まったような音がする。誰かが玄関で靴を脱いでいるような気配がする。時計を見ると午前4時。来た。あいつ来た。怖くなっちゃった。どうしようと思っても飛び出すこともできない。飛び出すと廊下一本で玄関があるんで何もできないまま固まってしまう。どうしよう。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。体はゾクゾクと寒くなっていく。冷や汗をかいてくる。4時きっかりに自分を迎えに来た。杉山が迎えに来た。廊下をだんだんこちらへ近づいてくる気配がする。だんだん近づいてくる。どうしていいかわからないから、ドアの方に背を向けて目を合わせないようにじーっとドアと反対側を見て固まっていく。体は動かない。冷や汗ばかりが体を伝ってくる。だんだんと気配が近づいてくる。だんだんと自分の部屋の方に気配が近づき、だんだんと待った。
だんだんドアの向こうにいる。ドアノブが回った気配がし、ゆっくりとドアが開いている。自分のすぐ後ろに誰かがいる。恐怖で何かなんだかわからない。どうにかしないといけないと思うんだけど、気持ちが出せるばかりでどうすることもできない。それでは何とか出せない声を思い切り出して、悪いな、今日はいいんだ、帰ってくれないか、と言って、はい、じゃあ失礼します。そんな風に聞こえた気がして、気配がだんだんと遠のいていく。そしてやがて消えた。怖い。体がガタガタと震えている。どうやら言ったようだ。あいつがやっぱり来たんだ、と思ってるうちに気持ちが落ち着いてき、気持ちが落ち着いてくると同時になんだかちまう気持ちになってき、なんだかとても辛い気持ち。10年間ずっと文句も言わずに自分に付き添ってくれた。決してメジャーじゃない脇の役者の自分にずっと付き添って苦労してくれて、あれこれ盛り上げてくれ、自分のことをずっと気にしてくれ、おまけに自分が入院しているにもかかわらずスケジュールを気にしてくれ。それで死ぬ瞬間の最後の最後に電話をくれた。そしてちゃんと時間通りに会いに来てくれた。そうなんだ。きっとあいつは俺に最後に挨拶に来てくれた。俺はなんてことをしちゃったんだろう。俺はなんてひどいことをしたんだ。あいつはこれほど俺のことを思ってくれたのに、あいつを追い返してしまった。俺は最低の男だ。と自分を責めた。とっても辛くなってきたって言うんですよね。その時彼は心の中で、次はまあごめんだ。ありがとう。本当にありがとう。って言ったって言うんですよ。その瞬間、すごく胸が熱くなったって言うんですよね。しばらくすると、ドンとドアの開く音がして、玄関で靴を脱ぐ音がする。足音がして、おはようございます。上田マネージャーが来た。おはようございます。玄関鍵かけたいんですか？開いてましたよ、と彼が言ったんで、いや、いいんだ。今、あいつ帰ったところなんだ。と返したって言うんですよね。私、いつも思うんですよ。怖いというのは、子供のはこっちの勝手で、そういうふうな優しい霊もいる。そんな気持ちです。